463人に10万円ずつ配るはずのお金を誤って1人に振り込んでしまった山口県の阿武町。連日話題になっている給付金の騒動ですけど、まあ普通に一般的に考えてですね、4630万円がいきなり振り込まれていたら怖いですよね。だって身に覚えのない4630万円ですから。だから普通は返すと思うんですが、よりによってですね、463分の1で一番最悪なやつにその4630万円が渡ってしまいましたね。誤って振り込まれたのは20代の男性だという話ですが、人生狂ってしまいましたよ。返すどころか行方をくらまし、弁護士を通じて使い切ったって言うんですよ。山口県阿武町がコロナ関連の給付金4630万円を誤って一人の男性に振り込んだ問題で、午後1時から花田町長が取材に応じた。この問題では昨日男性の弁護士が記者会見を行い、男性が振り込まれた金を使って返還が難しい状態にあることを明らかにしたが、この点について花田町長は弁護士の聞き取りに対して、男性本人が言っただけ、はい、そうですか、という話ではない。断念しますとは全く思っていない。公金の回収に全力を尽くしたい、と述べた。また、男性が誤って振り込まれた給付金をネットカジノで使い切った可能性があることについて、花田町長は、使い道については裁判で明らかにしたい、とした上で、一般論で言えば、本当であれば許せないな、という気持ちがある、と怒りをにじませた。今までおそらくそこまでの金額を動かしたことがないであろう人物が4630万円をオンラインカジノにぶっ込んですぐにすれますかね。まずそこが疑問ですよ。やって全部すっていたとしたらやばいな。大胆にも程があるというか、まあリアル開示みたいなやつなのかもしれませんけどね。4630万円脱出編みたいな、すごいなんか長期連載になりそうです。まあね、そうやって言い訳をしつつお金はどこかに隠しているんじゃないかと勘ぐってしまいますよ。そのあたりは裁判で明らかになればいいなと思うんですが、まあこうやってごねていることを考えると返す気はないんでしょうね。裁判をやれば男性に返還しろということになると思うんですよ、おそらく。ただ男性がお金をその時点で持っていないと返還というのは難しくなりますよね。一体誰がこのシナリオというか絵を描いているのか、本人が考えてやってるとしたらなかなかの作詞というか、いや本当だから最悪なやつに渡ってしまいました。今回の件で一番悪いのはこのお金を返さない20代の男です。それは間違いありません。しかし阿武町が被害者ぶるっていうのもちょっと違うんじゃないでしょうか。町長は許せないという率直な気持ちを語っていますよ。まあ心の中ではクズ中のクズとかね、言いたかったのかもしれませんけど、そこはぐっと抑えて、まあ、許せないぐらいでとどめていました。しかしこれ大元をたどると阿武町の振り込みミスなわけですよね。そもそも最初の時点で間違っていなければ、だってそんな463人に配るやつを1人に振り込んじゃうってさ、これとんでもないチョンボですよ。間違いは誰にでもあります。ただね、大金動かすわけですからチェック体制が甘かったんでしょうね。4630万円ってさ、そんな金額なかなかたまりませんし、これだから金額で言うとマンション買ったりとか、まあ家買ったりとかっていうのもできると思うんですよね。ただそういう形でもし残してしまうと裁判で負けた時に、まあそれ差し押さえとかになってしまいますから、まあだからなんかオンラインカジノとかそういうこと言ってるんでしょうね。ほんとなんか公金のあり方としてね、おかしいなと思いますし、これだから減税だったらこんなことなかったんですけどね。ということで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。